はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2ではサブクエストですね、今回もやっていきたいと思います。今回はアングロス討伐、ウィンドキューブの迎賓館付近でアングロスが暴れているとの情報が入った、速やかに討伐を行ってほしいということで、報酬リカバリーキット2個なんかいらないんだけど、まあでもやりますか。アングロスが？どうした？いや、アングロスは僕の世界の怪獣なんだ。そうか、じゃあこの一件は君が引き受けた方がいいな。ああ、そうさせてもらうよ。なるほど、メビウスを入れないとダメみたいですね。じゃあちょっとパーティー編成で、00ユニコーン、ウルトラマンをメビウスに変えましょう。で、あれ、ダブルがいない。いたいたいた。よし、じゃあこれでいくか。ウィンドキューブって言ってましたよね。1234、迎賓館、あー、迎賓館ってここでいいんだっけなんかすげえ普通にやっちゃったけど、あれ、迎賓館どこだ。もう場所を覚えていないっていうね。迎賓館でしょ、迎賓館。ここだっけ、どこだっけ。左上が迎賓館なんですよね。ああ、あったあったあった、ここだ。じゃあ例によってアクティブクローク使って大量に持ってきました。サクサク行きましょう。ここはそう、扉がめんどくさい面でしたね。そういえば今となってはまあ懐かしいといえば懐かしい。意外に遠いな、迎賓館。ここの住人とかいるのかな。そういう話は一切ないですからね。間違えた、こちら。こっちか、長いな。ウルトラマンメビウスってどのくらい強かったっけ。もう全然覚えてないや。多分装備とかも何もつけてないし。でもやっぱウルトラマンは強いっすね。1200ポイントヒットポイントがある。さあ、あと少しだ。200歩はいかなかったか。まだノーエンカウントですからね。ちょうど200歩くらいか。アングロス、ウェー、アングロス、キョエー。くっ、どうしてそんなに暴れているんだ。キャー、倒すしかないな。結局何のサブクエなのこれ。もうどんどん攻撃していきますか。一応ヒットポイント2万7000あるなウルトラマン何が強いんだ。これが強い。これでどうだ。1500、ミスかよよりによって攻撃力は高いな。またダブルが回復役に入らないと死ぬ恐れがある。強い。いてててて、光に弱いのか。光と風に弱いっすね。このパターンで終わりかな。3めっちゃ弱くなんな、ウルトラマン。2とかほんと使い物にならない。
よーし、戻った。じゃあラッシュで終わりにしましょう。ライザーソード、あー、ユニコーンコンボ2が使えない。よしよしよし、まあ普通の敵ですからね。やった、これで一件落着だな。いや待ってください、この事件何か裏があるような気がします。元の世界でアングロスはサイコキノ星人の超能力で操られていました。今回もそうだというのか。サイコキノ星人の仕業かどうかは分かりません。ただ通常より凶暴だったのが怪しいんです。何者かが超能力で操っていたんじゃないかと。確証はないですが、念のため連邦軍に伝えておきましょう。そうだな。ん？終わり？じゃないね。メビウスたちは連邦軍基地へと移動した。なるほど、アングロスには何者かに操られていたという疑いがあるのですね。はい、わかりました。我々で調査を行いましょう。何か判明したらご連絡いたします。あ、これは続きものかな。とりあえず一旦終わりでまた話が進んでいくような感じはしますけど、とりあえず報告しましょう。 OK、 リカバリーキット別に嬉しくない。はい、ということで、まあめっちゃ短くなりましたけれども、今回のサブクエストはこれで終了して、まあ次回また出てきそうな話の流れなので話覚えてるかなっていうところがありますけれども、今回はこれで終了したいと思います。